さあ、膝罰則がいい。昔昔あるところに悪逆非道の王国の頂点に君臨するは弱い14の王子様絢爛豪華な調度品顔の欲に試し使い相場の名前はイノベーター全てが全て彼のものお金が足りなくなったなら愚民どもから絞り取れ俺に逆らう者たちは粛清してしまえさあ膝罰則がいい悪の花可憐に咲く鮮やかな彩りで周りの哀れな雑草は養分となり朽ちてゆく暴君の王子が恋するは隣の国の緑の子だけども彼女は海の向こう青い男に一目惚れ嫉妬に狂った王子様ある日大臣の呼び出して静かな声で言いました青の国を滅ぼしがい幾多の家が焼き払われ幾多の命が消えてゆく苦しむ人々の嘆きは王子には届かないあ、おやつの時間だな悪の花可憐に咲く苦しい彩りでとても美しい花なのにあとげが多すぎて触れないあくの王子が倒すべくついに人々は立ち上がる烏合の彼らを率いるは赤き鎧の女剣士積もりに積もったその怒り国全体を包み込んだ長年の戦で疲れた兵士たちなど敵ではないついに王宮を囲まれて家臣たちも逃げ出した永遠に可憐な王子様ついに捕らえられたこの無礼者悪の花可憐に咲く悲しげな彩りで彼のための楽園はもろくも儚く崩れてく昔昔あるところに悪逆非道の王国の頂点に君臨してた弱い14の王子様処刑の時間は午後3時教会の鐘が鳴る時間王子と呼ばれたその人は一人牢屋で何を思うついにその時はやってきて終わりを告げる鐘が鳴る民衆なのには目もくれず彼はどう言ったあ、おやつの時間だな悪の花可憐に散る鮮やかな彩りで後の人々はこう語るあ、彼こそまさに悪の王子